陸上走り高跳びの鈴木徹です。地球温暖化の影響はスポーツにとっても深刻な問題です。地球温暖化が進むと異常気象が増え、スポーツをすることが難しくなります。スポーツを楽しめる環境を守るためにも、私たち一人一人が地球温暖化対策に取り組むことが必要です。住宅を建てるときに照明が LED であったりとか、あとエアコンとかですね、冷蔵庫も全部新しいのにすることもそうですし、あと窓ガラスもですね、こう二重ガラスのような形でなるべくこう温度が逃げないように、また断熱材ですかね、そういうものをたくさんこう入れたことで熱がこもったりまた逃げないようにするってこともそうですし、最近は競技の遠征だけじゃなくて公園活動も積極的に行ってますので、長距離の運転も多いってことでエコカーを選びまして、で意外にこう義足になったことで、義足でこう荷重すると力がこう同じ力が加わるので、すごくねエコカードライブになりますので、はい、そういう意味ではなるべくこうアクセルを踏みすぎないようにとか、そういうところでこう協力したいと思ってますし、雨が多かったりすると練習もそうですし、試合も中断になってしまうんですよね。で中断になるとどん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 体が冷えてしまって、やっぱ記録が出にくくなるので、そういう意味ではそういう異常気象も今増えてますから、皆さんがこう気をつけていくことが必要だろうなと思ってます。皆さんがこう見ていただくスポーツはすごくこう、気象条件とか気温が大きくこうパフォーマンスに影響すると思いますので、国民の皆さんの一人一人のこう普段の生活だったり、ちょっとしたこう気遣いだったり、大きく変えることは難しいと思うんですけど、できる範囲でやっていただくことがすごく大事かなというふうに思います。やっぱ移動に関しては車を使われる方が多いと思うんですけど、車だと渋滞もしますし、それでこう選手だったりいろんな方のこう輸送が影響しますし、それでこう排気ガスもいっぱいこう出てしまいますので、なるべく公共のあるものですね、バスだったり電車ってものを使ってもらいたいですし、本当にちょっとした気遣いであったり、そういうものをこう意識してもらいたいと思います。未来の子どもたちがスポーツを楽しみ、スポーツに感動できる環境を私たちの行動で守りましょう。クールチョイス。